部員18人の名護中学校吹奏楽部は10回の九州大会出場経験があり、今月大分県で開かれる九州マーチングコンテストにも県代表として出場します。県外の大会では日頃応援してくれる地域の人たちに演奏を見てもらうことができないため、おととい地域の人や保護者に感謝の気持ちを込めてマーチングを披露しました。結果を出して恩返しできたらいいなと思って演奏演技しました。やっぱ少人数の良さが出るような演奏演技をみんなで目指しています。名護中学校吹奏楽部は全国大会出場を目指し九州大会に挑みます。